日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。セブンイレブンのコムタンクッパと奈良さんコムツナの煮浸し、そしてミスタードーナツポンデリング20周年記念の白いポンデリングを食べていきたいと思います。白いポンデリングは後でちょっと暑くて今のうちに食べたいので、まずこれを食べてから白いおポンデリングは後で改めてお見せしますね。それではまず小松菜の煮浸しから。ちょっと奈良県って小松菜美味しいのかな。そんなに、まあ確かに茶がゆとかあるので体にいい料理っていうイメージはあるんですけど、そうなのかな。ではいただきます。まずは私たちでウォーミングアップってわけだけど、そんな簡単に お記憶から消えるようなやわな商品じゃないわよ、私たちは。ええ、確かにその通りですね。小松菜はザクザクとしっかり歯ごたえがありますし、ゴムタンクッパも旨味がとろーっとスープに溶け出していて、それがご飯に染み込んでいるのが美味しいですね。まあここだけの話、実はこのクッパ以前にもレビューしようと思って動画撮ったんですけど、なんかマイクの調子が悪くて音数声が入ってなくて、今回やり直してるというのは本当にここだけの秘密です。まあその分のお詫びも込めての感想はこの後すぐ。チャンネル登録よろしくお願いします。まず小松菜の煮浸しについてですけど、結構コリコリとしたしっかり歯ごたえのある小松菜で、食べ応えが大満足できました。ちょっとダイエット中に小腹が空いた時とかにいいかもしれません。まあ野菜で小腹満たすってなんか違う気もしますが、まあいいか。でこちらのゴムタンクッパは冷凍なんですけど、なんでしょうね、ニンニクか何かの旨味がしっかりきスープに溶け出していて、食べると口の中にうばっとうまみが広がってきましたね。でもやしとかお肉の食感もあって美味しかったです。ではセブンイレブンの商品はここまでにして、続いて、まあ、今回の本命って言ったらさっきのセブンに失礼なんです。こちらの白いポンデリング、多分これがノーマルかな。でこれは何でしょう、表面にお砂糖がまぶされてね、ザラメコーティングか何かで、みたらしとアーモンドクリーム、ちょっと気をつけないと手が汚れそうなものが出てきました。ではまずノーマルの白いポンデリングから食べていきたいと思います。わ、通常のポンデリングよりちょっと柔らかくてふわっとしている気がしますね。では食感どうなのかな、いただきます。さすが20周年というだけあって、今まで以上に気合いが入っているのを感じる生地と食感ですね。なんか口の中に入れた瞬間にっていうか、口の中に入れる前からすでにその柔らかさが手を通して伝わってきます。そしていざ実際に噛んでみると、真っ白な見た目なのも相まって、あの食材を思い出しますね。日本のお正月に欠かせないあれです。なので今回用意されている4種類の中だと特に相性がいいですね。これもっといろんな味で食べてみたくなる20周年ポンデリングの生地です。それぞれの味についての詳細と生地についての解説はこの後すぐ。ごちそうさまでした。まずこちらの白いポンデリング生地についてなのですが、全然通常のポンデリングよりもふわっと柔らかくなっていて、それでいて弾力はより強くなってきましたね。だから通常のポンデリングよりも日本人ならお正月に誰もが食べるであろう、いや誰もがっていうとささに大げさかあろう、あの白い名物食材お餅とかなり似ています。あのお餅よりは硬くなくて、ちょっと喉に詰まったなみたいなことは少ないかなと思えるので、小さなお子さんやご高齢の方でも安心して食べられる、いやそこまでいくと大げさかもしれませんがと
喉に詰まらせるようなことはないと思います。ただししっかり噛んでくださいね。噛まずに飲み込めるというわけではありませんよ。それでとりあえずやっぱりシンプルな生地はそのまま美味しさを味わうことができて、上の方にザラメが乗ってるかなと思ったやつ、あれ白あんでした。なので噛んだ瞬間に中からあんこのさっぱりとした甘さが広がってきて、どこかさすっと口の中で溶けていくようなさっぱりした甘さを感じられました。で次に食べたみたらしはもさっきも言ったように生地がお餅に近いので、結構みたらし団子を一気に口の中で食べて噛んで食べているような気持ちになれて、うん、お団子が好きなのであればぜひ食べてほしい。で最後に食べたアーモンド、中のアーモンドクリームからは香ばしさ、外側のスライスからはカリカリ食感がしっかり楽しめましたね。生地との相性もバッチリでした。なるほど。今回食べた白ポンデリングの中だと自分はみたらし団子が一番生地との相性がやはりお餅の食感に似ていて良いなと思ったので、代表として5点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。